オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は10月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは10月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。インフルエンザ予防ワクチンの接種キャンペーンが始まる。10月15日火曜日よりインフルエンザのワクチン接種キャンペーンが開始されました。フランスでは現在薬局でワクチンの接種を受けることができ、広くワクチンの接種を呼びかけています。1月末までです。フランスの貧困層が増加、格差広がる。10月17日木曜日、フランス国立統計経済研究所、通称インセは、2018年の貧困層の割合は推定 14.7% と発表しました。世界最高のパティシエ2019、ホテルリッツのペレ氏選ばれる。10月18日金曜日、世界25カ国181の名高いレストランからなる非営利団体レ・グランドターブル・デュ・モンドは、今年度の世界最高のパティシエにフランス人のフランソワ・ペレ氏を選びました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は世界最高のパティシエ2019、ホテルリッツのペレ氏選ばれるです。10月18日金曜日、世界25カ国181の名高いレストランからなる非営利団体レ・グランドターブル・デュ・モンドは、今年度の世界最高のパティシエにフランス人のフランソワ・ペレ氏を選びました。レ・グランドターブル・デュ・モンドは1954年に設立されて以来、厳選された181店舗の中から世界最高のレストランとパティシエを選出しています。今年はレストランデザートを作るパティシエに贈られる世界最高のレストランパティシエ賞に、パリの最高級ホテルホテルリッツ内のレストランエスパドンのパティシエ長フランソワ・ペレ氏が選ばれました。その結果、昨年2018年の受賞者クリステル・ブロア氏、一昨年2017年のセドリック・グロレ氏に続き、3年連続フランス人がこの栄誉に輝いています。ペレ氏は39歳の若さですが、これまでにパリの最高級ホテル、ル・ムーリス、フォーシーズンズ・ジョルジュ・サンク、ホテル・ランカスター、およびシャングリラ・ホテルなどのレストランパティシエを経験し、3年前からリニューアルオープンしたホテル・リッツで勤務しています。巨大なマドレーヌやマーブルケーキ、ジャンドゥーヤのバルケットなどに代表される市の作品は、味覚、視覚の両方において群を抜いていることから、今回の受賞に至りました。今回はライターのマダム加藤さんにご執筆いただきました。
マダム加藤さん、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。François Perret, de l'hôtel Ritz, élu meilleur pâtissier de restaurant du monde. Vendredi 18 octobre, les grandes tables du monde, une organisation à but non lucratif, composée de 181 restaurants réputés répartis dans 25 pays, a élu le français François Perret comme meilleur chef pâtissier du monde de cette année. Depuis sa création en 1954, les grandes tables du monde élit les meilleurs restaurants et chefs pâtissiers du monde parmi 181 restaurants soigneusement sélectionnés. Cette année, le prix du meilleur pâtissier de restaurant au monde, que l'on décerne aux pâtissiers qui préparent des desserts en restaurant, a été décerné à François Perret du restaurant L'Espadron au Ritz. En conséquence, cela signifie que les Français ont remporté cet honneur sur 3 années consécutives à la suite du vainqueur de l'année dernière, Christelle Brua, en 2018, et de Cédric Grolet en 2017. François Perret n'a que 39 ans, mais est déjà passé par les pâtissiers des restaurants et hôtels les plus prestigieux de Paris, tels que le Meurice, le Four Seasons George V, l'hôtel Lancaster et l'hôtel Shangri-La. Il a ensuite rejoint le Ritz il y a 3 ans pour sa réouverture. Parmi ses créations les plus notables, qui sont aussi visuelles que gourmandes, il faut retenir sa madeleine géante, son cake marbré ou encore ses barquettes au Géant du Jas qui lui ont valu cette nomination cette année. セバスチャン先生、ありがとうございました。パリにお越しの際は、ぜひ一度世界最高のデザートを味わってみてはいかがでしょうか。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ強化、発音強化、翻訳強化、そして会話強化という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。
あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。